シモシーがめちゃくちゃ大事なんですよ、食べ物の中で。あ、はい。で、これ干し草ですよね。はい。で、チモシーってのは干し草でもイネ科の干し草なんですよ。あ、でもう一個干し草でね、アルファルファってありますわ。はい。アルファルファ、これはマメ科なの。あ、で、チモシーですよね、やってるのは多分。やってますね。で、アルファルファはやらん方がいいです。あ、はい。で、このチモシーが大事な理由が3つあるんです。はい。一つは歯のことね。あ、チモシーを食べることによって前歯でカットして奥歯ですり、すり合わせるようにして食べるから不正口語が予防できるわけ。なる、はい、の予防になりますね。で、不正口語になっちゃうとただ噛み合わせが悪いだけじゃなくて、はい、なってしまうとね、歯の根っこが産んできちゃうの。あ、歯根膜炎と歯を支えてるのは歯肉なんだけど、歯肉のもう一個下は歯槽骨という骨なんですね、はい、でこれになっちゃうと骨が溶けちゃうんです。あ、そうすると治んないですね。で、そのために特に上だとね、はい、あのいろんな組織があるから涙管とかあるから海っぽい涙が出てきたりとかね、目が悪いわけじゃないんだけど歯の根っこが産んできちゃったからそういうのが出てくることもあります。が続いて毛球症、毛づくろいして食べちゃうじゃないですか、はい、毛球症の予防になります。だからまああっちゃいけないんだけど、もし食べちゃいけないものを食べた時、もう繊維が多い。チモシーって繊維がね、さっきペレット 20% で言ったでしょ、はい、チモシーは 35% ぐらいありますわ、繊維が。あ、で繊維が多いから、はい、食べたものが流れてきやすい。あ、だから3番目、盲腸がありますよね、はい、でこれがさっきもレントゲンで言ったけどめちゃくちゃ大きいんです。あ、そのめちゃくちゃ大きい盲腸の中にはね、いろんな細菌がいます。善、はい、玉菌というやつがね、はい、でこの細菌もさ、寿命が来ると死んじゃうんですよ。あ、そうすると盲腸粉として出てくるわけ。はそうすると反射的に普通のうんちと違うから分かるんですよ、この子たち。そうすると普通のうんちは しっぱなしだけど、盲腸粉は夜中から明け方にかけてするんですけど、出たらすぐ食べます。ああ、食粉するわけです。はい、でこれを食べることによってこの死んだ細菌がモルモットのタンパク源になって、ああ、ビタミン源にもなってる。だから綺麗な 毛なんですよね。ああ、でこの腸内細菌のね、細菌のことをプロバイオティクスって言うんだけど、はい、その細菌の餌となるものはプレバイオティクスって言うんですけど、はい、それにこのチモシーの繊維が絡んでるわけ。あ、繊維がたくさんあると、はい、お腹の中にね、盲腸にある細菌が、善玉菌がどんどん増えてくれる。だからチモシーが大事なんですよね。あ、だからこの子たち月種類ってさ、すごい粗食ですよね、どっちかというと、はい、だけど立派な体になるし、血縁もいいし、それはこの3つの理由の特にこれが大事なんですね。盲腸粉を食べるということ、はい、そうするとじゃあこの子ちゃんと食べてるかなっていうのを測ってほしいわけだ、はい、と食べてくれてる子はさ、はい、免疫力も高いし、はい、同じ手術するにしても治りもいいし。あ、でちょっとね、心臓大きいじゃないですか。そうです ね肝臓もちょっと大きいでしょ。だからこういう子いきなり麻酔かけるのはとても怖い。あ、うん、だけど一般状態がまあ安定してる子であれば、もし手術するってことであれば手術してもいいし、はい、と思います。それから絶対手術しようじゃないです。 はい、あの大きさを観察してってね、はい、大きさが一生あの大きさのまま変わらないんだったら無理に手術する必要はない。あ、でも大きくなっていくんだったらもう1センチになる前に手術した方がいいかな。まだ今1センチまでいってないね、ですから 6.5 ミリぐらいだから。あ、はい、ということです。あ、はい、話が長くなったけど、でもこれ大事なことなんでね、これちょっとつけてもらっていいですか。はい、わかりました。ね、でそれとあとあの何だったっけな、 YouTube のね、あのしつけのところと、それからモルモットのところね、はい、ぜひとも見てください。で一応1週間ぐらい観察して、はい、変わったことがなければね、体重がちゃんと維持されてるんであれば、はい、そこそこ食べてうんちも出て元気であれば1週間後に見せてください。あ、はい、だけどなんか観察したら変わったことがあるんだったらもうすぐその時この表を持ってね見せてください、はい、質問あれば
いっぺんに話したからないかもしれないけど、またあったら聞いてください。ありがとう。ごめんなさいね、さっきねキッキッと言わせちゃったけど。はい、じゃあ。